あの同期みんなでもっと115期活躍できるように頑張ります。お願いします。悔いのないように精一杯レースします。ご声援よろしくお願いします。明日からも一生懸命頑張りますので、これからもよろしくお願いします。スタートしました。ダッシュ線で降りていくのがまずは4カードから4番の井上忠正、1人2人3人一気にまくっていきました。マーク10番の井上忠正が先頭でバックに入る。早くも後続を引き出しました。4カードからトップスタート4番の井上忠正、一気に内三点を一波、これでシリーズ2勝目。昨日ちょっとアクシデントあってしまったんで、もういそいそ取りに行くつもりで走ってます。予選突破目指して頑張ります。応援してください。中村明人もいいスタート。まず4カードから4番中村がまくっていく。内からブロック1番、1番4番がスレッド膨らんでしまった。そこを指して5番2番、5番のハロー2番の関です。トップ争いは5番2番の接戦です。ここで真ん中2番の関が抜け出そうというところ。第1ターンマークの理解しスタートは正常。あやや膨らんだ2番の関ですが、ここは先頭優勢か。後ろ6番4番、こちらは3番争いです。あ5番2番競り合ってまもなく2周立ちターンマーク。内の5番の羽野直也から2番の関がやや離された。5番の羽野シリーズ初勝利。勝負かけまで持ち込めたので明日も精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いします。